はい、どうもこんにちは、小川です。ということで今回はデモゴルゴンの、新機体のデモゴルゴンのパークを使って、遊んでいきたいと思います。はい、ということでリージョンで新機体のパークを使おう企画の、第2弾でございます。今回は無慈悲の極地を持ってきました。発電機が、完了した、周りですね。それ何メートルだったかな、まあ、ちょっとテロップの方で補足しておきたいと思います。さあさあさあ、ということでね、配信でもこのパークうまく使えるかなってやってみたんですけど、相当厳しかったよね。ってことでリベンジで動画でやっていこうかなと思います。パークとアドオンの、説明に関しては、テロップで補足しておこうかなと思います。おい、ね、今回は煙を吐くミックステップ持ってきました。狂乱使うと発電機の進行度がオーラの色で分かりますよという、とても便利なパークでございます。最初の索敵がねめちゃくちゃ重要なんで、まあ、今回スムーズにいったからまあ大丈夫かなと思います。スマ着があるのかな、スマ着でしたね。で今回まやかしを持ってきていないので、できるだけまやかしを使わないといけないってとこではチャイスしたくない。これはいけますね。弾まで行くんかな、スマチャク使ってたから。うん、ないよね。この人釣って中の発電機蹴れたら理想的なムーブ、間に合うかな。で蹴った後に煙を吐くミックステープを使って進行度見ましょう。これ殴れるね。殴っといて板割ったんで、はい、これ一番惜しいパターンですね。ちょっと無慈悲の極地を使うまでもなく終わってしまいそうなんですけど、無慈悲の極地なんですけど、まあ、配信でね、まあ、アーカイブちょっとねこの動画の1個前に上がってると思うんでアーカイブ見てほしいんですけど、いろいろ試行錯誤を凝らしたんですけど、ちょっとリージョンでは使いにくいかなというね結論に至ってます。さあこんな感じで、でもちょっと遠いかな、あれはちょっと遠いかな、間に合うかな。一応これで鎌かけといてやめてくれたらいいんだけど、これつけそうですね。あ、やめた。これ一番惜しいパターンで、イタチを発動で、おそらく救助に行くと思うんですけど、救助に行ってる間にこっちをダウン取れたら最高ですね。で、ここの板はないよ。うん。普通に回るかな？これ殴れますね。落ち着いて強音で殴りましょう。はい。って感じで、戻りましょうか。つけたね。いるね。よし。ここは閉じ込めたんじゃないか？ん？いや違うな。あ、そういうこと？これやられたな、うまいこと。今地下のオーラだったか。で、しなやか発動。いや、これうまいことやられちゃいましたね。ちょっとトンネルになるんですけど、ペンミ追いかけて。いや、これ回してんな、こっち。ただ負傷者なんで、この人スマ着だからデッドハート大丈夫か？よし。ただこれは、ガレージの中と、いやちょっとこれ危ないな、いけるか？オッケー、危ねえ。今の一応サージ活躍したかな？まあ、したってことにしときましょうか。よしよしよし。これはね、強引に殴りました。やめさせるために、ここに殴って、で、止めたので、追いかけましょう。ここ、板ないからね、青小屋に行かれないようにしたい。それだけをケア。うん。これはもう僕の勝ちですね。デッドハートだけケアして。ほい。耐えましたね。はい。で、担いで、釣りましょう。危ない。やめてください、お嬢ちゃん。
これ詰まってるよ。ブロックだよこれは。よし、あれ拾えない。 OK、 ちょっとイタチがダブっちゃったんですけど、あのキングくんしかあそこ狙ってないやろから、まあ大丈夫かな。うん、止まってるし行きそうだけど、まあいいや、ここを守りましょう。角刈り君向こう行ったね。これ理想的な位置に連れてますね。でフェンミンいた。で多分僕に気づいてないって思ってるな。これ行きます。あれなんで今なんで殴れてなかった。でこの子しなやか。で多分これボロ&タイムですね。あ、持たないか。よし、これは美味しい。はい、ちょっと無慈悲が、これ無慈悲頑張ってるか、息してるか。ボロ&タイム。さあデビキンとの一騎打ちになりました。まあ終わりましたね。デッドハートですかな。はい。おい、ちょっと待て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 、なんで不屈か、これやばいやばいやばい。よし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 、やめなさいあなた。この子さえ持っていけたら大丈夫そう。これタコ足が効いてるな。まあでも終わりですね。よし、はい、ということで、まあ一応無慈悲の極地を使っときたかった、まあ動画として残しときたかったんで、まあこういう形でちょっとゴリゴリに使わせてもらったんですけど、まあ僕の中での結論としては、リージョンでは非常に使いにくいパークなので、使わないことをお勧めします。まあ使ってもいいと思うんですけど、非常に使いにくいです。うん。なので、お勧めはしません。はい。順番に釣っていこうか。毎回新キラーが出るたびに、なんかリージョンを作ってくれるようなパークが出ないかなと、期待してるんですけど、なかなか出ないんですよね。さあこれみんなどこ行ったかな。まあ雑談でもしながら探していきましょうか。でなんか質問があったんですね、視聴者の方から。じゃあどうやったらリージョンを救えますかと質問があったんですけど、まあ、パーク云々じゃないなというふうに僕思ってて、あの今リージョンってリージョンにしかできないいいことって、狂乱を使って深手というステータスをばらまくことなんですね。でその動作の中でタナトフォビアであったり、ずさんな肉屋であったり、まあそういうのがねうまくこと機能していくんですけど、で本当に、まあ、遅延をするだけで、まあ、決定打がない、それがまあリージョンなんですね。ちょっと今日本語おかしかったんですけど、だから、パーク云々ってよりかは、まあちょっと根本的なリージョンの能力を、ちょっといじくってもらわないと、どうにもならんっていうのが、現状なんですね。これハッチ出てるな。ハッチ待機してんのかな。ちょっと見に行きますか。声が全然しないんですよ。いましたね、一人。これはどっちだ？よし。もう一人どこかな？
応閉じますか。万が一のことがあるんで閉じましょう。おっと、やばい、第2ラウンドが始まってしまった。アドレナリンか。いや、これちょっとケアしなかった。マジ。こっちかな。ちょっと行ってみるか。これちょっとまずいですね、非常に。いや、そこも触ってない。やばい、これ。やらかしいのかもしれん。あ、でもここ。2つ見れますね。もう勝ちましたね、これは。はい、終わったんですけど、鍵とかをなんかこれ宝箱からゲットされなければ大丈夫やと思います。いないですね。さあ、特に見せ場がないのでこの辺はカットしようかなと今ゲームしながら考えてるんですけど、何も特に話すことがないので、ここいらでちょっと軽く宣伝をしておきますと、まあ僕定期的にてかほぼ毎日ぐらいの感覚で放送してるんですけど、まあ、僕の夢がありまして、リージョン好きで配信の視聴者を1000人集めようと、まあ、そういう目標のもとやってますので、もしこの動画を見たリージョン好きの方、よかったら基本的にね、夜の、そうですね、結構ばらつきあるんですけど、早めにできる時だったら、7時8時開始から1、2時間ほど、そして遅い時だったら深夜枠11時12時からとかで、まあ、1、2時間ほどほぼ毎日やってますので、よかったらまた遊びに来てください。ちょっとこれキング見逃しちゃったね。はい、ということで今回は、新キラーデモゴルゴンのパークをリージョンで使ってみよう企画第2弾ということで、無慈悲の極地を使ってみたんですけど、まあ一つだけ見せ場があったとしたら、発電機を回してる青小屋近くで発電機を回してる角刈りくんを見つけて、角刈りくんが窓枠を行けなくて、スマチャク持ちだったんで、それを殴れたぐらいかな。まあそこが唯一の見せ場やったかなと思います。はい。はい、ということで動画内でもね、説明させていただきましたように、無慈悲の極地、ものすごくね、ちょっとまあ、扱いづらい、まあ能力自体はそこまで悪くはないかなと思うパークなんですけど、ちょっとリージョンではね、厳しいかなと、まあ個人的には思ってます。で、リージョンで無慈悲の極地取った方がいいのかなとか、リージョン育成してる方で、デモゴルゴンの無慈悲の極地を解放して、リージョンつけた方がいいのかなと、悩んでる方には、ちょっと僕個人としてはね、おすすめできません。はい。こんな感じで、今回の動画はこれでおしまいです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。Goodbye! See you later!